3の発売早いて、2この前出たばっかりや、2ヶ月前ぐらいに。DVD3 なんでかっていうと、DVD2 がデッドハードの、デッドハードが変わった時に DVD2 になったんですよ。デッドハードが変わって、ボロ体が標準化されて、新しい DVD が始まったじゃないですか。次は新しい DVD3 不滅デフォですよ。DVD3 になった時の大会シーンのルールはどうなると思いますか？まあ、いや、難しいよね。残り2人になったら、起き上がるの禁止とかにしないとダメじゃない？もう不滅がないからね。勝手にじゃなくて、自分で起き上がれるんでしょ、あれ。自分で選べるんだよね。勝手に起き上がらないでしょ。勝手に起き上がるの、あれ。終わるんだ。それだったら結構やばいぞ。いや、もう放置できねえからな、もう。ちょっと甘いんじゃない？サバイバーに。新しい環境になることについてどう思うか？まあいいんじゃないですかね。まあマンネリ化防止でしょ。まあどういう意図でその不滅デフォにするかは知らないけど、まあ単純にサバイバー廃墟放置させられすぎ問題っていうのがある可能性もあるし、廃墟放置させられて勝てません、だから不滅デフォにしてくださいっていうのも取れるし、まあ、嫌がらせ防止とも取れるし、まあ変化つけたいっていうのも取れるし、まあマッチの回転数はマジであると思うわ。まあ試合長引かないからね。ぶっちゃけ廃墟放置うざいしな。うざいと思ってる人多いでしょ。廃墟放置、ぶっちゃけ。あの、最後に二人になって引き伸ばされるの。いや、それはあり得るんだよ。でもマジでわかるわ。それはわかるんだけど、多分、みんなが思ってるのってそうじゃなくて、みんなが思ってるのそうじゃないんだよ。そうじゃないな。みんなが思ってるのは、それうざいのは変わりないんだけど、それをマッチ中にやるべきじゃなくて、最後の二人の時にやれって話でしょ。最後の二人になった時にやったら別に誰も文句言わんしよ。でもこれを試合中いつでもできる状態にしとるのがまずい。で、これに対しての怒りが溜まってるわけですよ。だから全廃墟になったらメメントとかだったらいいと思う。いや、これもそれもダメだな。だったら全廃墟構成がまたなって、また全廃墟構成に、またなんかなるから。わかってくれよー。みんな思ってるでしょ。俺も思ってるから。まあ結局は調整の仕方だよな。しかも大会どうなるんよ。俺またルール変わるやん。俺、大会練習で3回もルール変わるんだけど。不滅デフォで、ツインズ完全に行きました。まあツインズはもう勝てないかもね。ツインズめちゃくちゃ、もう、ツインズって無理じゃない？本当にサバイバーが、本当に事故って、もう、どうしようもないくらい事故るくらいじゃないと多分勝てないと思うけどな。いや、それでも、ハイズで起き上がるからな。いや、きついな。なぜオリジナルキャラクターの能力を潰したんだ。まあでも結局さ、DVD 人増えるんだったらいいけどな。俺は。盛り上がるならもっと人が増えて。まあ結局このゲームが続くことが大事だからさ。もうマシューのことは多めに見てあげよう。マシューはもう変わんないぞ。もうマシューはもう30超えとるから変わらん。もうそうしよう。もうみんな。マシはもうね、30超えた人はね、変わらないんだよ、なかなか人っていうのは。俺たちがどうこう言ってもね、声は届かねえんだ。